親戚の集まりで生きり出す陰キャ。ねえ、今家に親戚来てて、親戚の前では友達をいって言ってるから、一緒に挨拶来てくんないあ、幼キャ設定で言ってるんだ。細かい設定どんな感じにしてる性格はやんちゃで、痩せてる設定。うん、見た目の方はバレてるよ、多分。こんにちは。ああ、こんにちは。ふとしも久しぶり。最近学校でどんな感じだクラスのみんなにはビビられてる。すごいなぁ。あだ名とかあるのか 肥満の太しだろ。怠慢の太し。そっか、相変わらずやんちゃなんだな。何が怠慢の太しだよ。格格ーの時怠慢してるけど。いや、実際の拳では殴らないんだから、怠慢の太しは言い過ぎ。いや、格ゲーでよく机殴ってるよ。ん。ぶ大パンの太し。それ、格芸負けてね。なあ、じゃあなんか、学校での武勇伝聞かせてくれ。武勇伝ってクラスカースとか一番上とか、そういう系の話っしょ。ああ。 僕、クラスで一番浮いてます。おー浮冬で。一番上ではあるね。何言ってんだあ、で、当然お前ら彼女はいるんだよな。はい。うんなんて子だあ、どうしよう。適当に好きな女性芸能人の名前でも言えばバレないよ。僕はすずちゃんってこと。おぉ、不等子はデビーちゃん。夫人デビー夫人好きなんだ。じゃあ、お夕飯にしましょう。 お友達はさっきたよいやー、しかし、ふとしは礼儀正しいな。さすが教育ママ。僕は体育会系だからすぐ息子に怒らっちゃって。やだ、怒鳴るなんて恐ろしい。私は文化系だから静かに済ませてます。<laughs> こいつね。えそれ、静かに済ますとは言わないんじゃないいやいや、うまく顎に入れば一発です。ああ、まあそれあれだよね。ふとしがあまりにも悪いことした場合の話だよね。はい、もちろん。私に対して言葉遣いが悪い時とかですかね。 あ、そうな、んですか。あ、もう夕飯いただいちゃってください。お酒も飲まれますあ、酒好きなんでもらいます。のりこさん酒弱そうだから、潰しちゃおうかな、なんつって。やだやめてください。じゃあ私は弱いので、この一本で、乾杯。ああ、乾杯。<laughs> チャンネル登録と高評価、よろしくお願いしますね。